年の瀬が近づいてきたということで、去年は、去年っていうか今年か、今年はおせち料理が嫌いな人間が作るおせちということで作ったんですけれども、今回は全国のお雑煮をいろいろ作っていこうかなと思いました。お雑煮ってなんかいろいろ種類あるじゃないですか、場所によって。私神奈川の育ちなんで、鶏雑煮が生まれてからずっと食べてるんですけれども、お餅も丸餅だったり角餅だったり大味噌を入れたりとか、そういうのがいろいろあるので、ちょっとね、家でも作れそうなやつを何種類か、これから12月にかけて作っていこうと思います。それで出汁が必要なやつはこの安丸出汁、今回は和風万能出汁ですけど、でその一発目として、今回福井のかぶ雑煮、かぶら雑煮というのを作っていきます。ちょっと赤かぶでやってみようかな。本当は白かぶでやるみたいなんですけども、ね、こういう郷土料理下手なアレンジすると炎上する可能性もありますが、炎上するほどの規模のチャンネルじゃないんで、赤かぶで作っていきます。で、だしもね、なんかいろいろレシピ見たら、味噌入れたり入れなかったり、味噌も合わせ味噌だったり白味噌だったりするんですけど、今回は万能だしと合わせ味噌でいきます。でシンプルな味噌汁らしくてね、本当にかぶ、具がかぶと餅なので、まずはかぶの硬い表面の皮を剥いて、でかぶの皮を剥きまして、まあ普通のくし形に、色が綺麗ですね。こう落とした方がいいのかな。ちょっと今日は2人前で作るので、これ半分にしましょうか。これで作っていきます。でお鍋にかぶを、まあ水から煮るので、普通のあれと一緒にかぶスープみたいな感じで、お湯を 400cc ほどで、この時のお餅が焼いてから入れるんじゃなくて、この中に入れて一緒に煮込むスタイルらしいです。とりあえず2個でいいかな。いっぱい食べたかったらいっぱい入れてもいいですし、でこの中に突っ込んで、なんかわかめとかで、わかめ、昆布で出汁を取るときは昆布の上に敷くとはくっつかないというレシピも見たんですけど、今回昆布いかないので、この安丸出汁なので、多分これの上に乗せたら間違いなくくっつくので、まあもうこのままいきます。で火にかけて蓋をして、すごいなんかね、出汁が餅に炎上したところにいて申し訳ないんですけども、でくっつかれたらちょっと嫌だから、紙パックだな。鍋にくっつくんだったらどうとでもなるけど、これでじゃあ煮込んでいきます。で出汁を取ってる間にお餅も結構煮えてきた。かぶはまだそんなにだけど、ちょっとなんか煮汁がピンクっぽくなってきて、なんか白味噌とかの方がいいのかな。白味噌入れたら綺麗なピンクになる。ちょっともうちょっとこのまま煮込んで、あとでお味噌を溶いていきます。中火で沸騰させて4分ほど経ったので、だしパックを取ります。でかぶもまあいい感じに箸が通るぐらいになって、もちも煮崩れてきたので、お味噌入れちゃおうかな。これでちょっと煮汁がきれいなピンク色になってるので、せっかくなんで白味噌を入れてみようかなと。白味噌ってほど白くないですけど、白味噌大さじ1ぐらいでいいか、弱火にして白味噌大さじ1ぐらい、お味噌を溶いて、なんかピンク汁っぽくなった。
これで火を止めて盛り付けていきます。では全国お雑煮メドレーの第1回目ということで、福井のかぶら雑煮というのを赤かぶで作ってみました。お出汁はこの和風版のお出汁です。ちょっといただいてみるかな。ピンク色の綺麗な汁になった。かぶをまずちょっと鰹節とか海苔とかかけるといいってあったんで、鰹節をちょっとかけてみました。羽衣前です。ピンク色の、ね、色が出なくてよかった、うん、あ、美味しい。甘味噌、甘い白味噌がよく合いますね、これ。うん、合わせにしようと思ったけど、白味噌にしようかったかもしれない。甘くて美味しい。お餅もじゃいただきます。スープ猫舌なんで、うん、あ、美味しい。出汁が美味しいし、お味噌もよく合って美味しいです。白味噌初めて使ったけど、白味噌いいな。で、引き続きまたお雑煮メドレーやっていくんですけど、お出汁使うときはいろいろ休まる出汁を活用していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、だし使わないのもあるんですけど、素材で取るとか、あといろいろと、その辺もお楽しみください。